どうもこんにちは。 YouTuber でタレントのフワちゃんがお笑いタレントやすこさんに対して SNS で不適切投稿を行った騒動で、6日に2人が都内で直接会い、フワちゃんが謝罪していたことが7日に明らかになっています。関係者によると、フワちゃんは4日夜にやすこに対して誹謗中傷とも解釈できる内容のメッセージを X に投稿してから、想像以上の批判が自身に集中したことで、やすこさんに直接の謝罪を思い立ったといいます。翌5日には関係者を通じてやすこさんのスケジュールを聞き、6日に仕事現場に出向いて謝罪したということです。またフワちゃんが出演する番組などは引き続き対応に追われているといい、日本テレビ系行列のできる相談所にレギュラー出演していますが、同局の担当者は改めて11日の放送はラインアップ変更はありませんとコメント。ただフワちゃんの出演シーンの分量を減らすなどの配慮は行われるとみられます。そんなフワちゃんですが、自身の発言から物議を醸したことは過去にもあり、昨年の8月25日深夜放送の ABC ラジオ東野浩二の本物ラジオに出演した際にはブチギレされた大物を明かしていました。フワちゃんと東野さんは、フワちゃんがテレビに進出した初期から共演してきた仲です。東野さんはその当時、本番終わりにスタジオ裏に直立不動で立ち、お疲れ様でしたと挨拶してきたフワちゃんを見て、悲しかった、タレントになってんじゃんと回想。カメラが回っていないところでも破天荒なキャラは貫くべきと教えたといいます。フワちゃんは東野さんが挨拶してて悲しかったって言うから、私あ、そうか、裏でもキャラクター作らなきゃいけないんだってと東野さんの教えを守り、改心してしまったようで、フワちゃんは東野さんにそれを教わって、そうか、裏でもしっかりやらなきゃって言って、ホリエモンと共演した時に挨拶しないで絡んだら、あいつ何なんだって怒られて、最悪ですよと暴露。東野は面白いやん、一番おもろいところやん、一番おもろいところにキレられてるやんと両手をたたいて大喜びし、ホリエモンさんは素晴らしい方やけど、フワちゃんとの人生が交わることないから、もうええし、また今度会ったら、あの時はすみません、実は吉本の東野さんに裏でも芸能人のキャラ作りは徹底せなあかんって嘘を教えられて挨拶しなかったんですけど、ほんと申し訳ございませんって謝ったら一個ネタになるからさ、で俺のことボロカスに言ってくれたらええとフォローしていました。堀江さんにブチギレられたことを明かしていたフワちゃんですが、一方の堀江さんは7日に自身の YouTube チャンネルを更新し、暴言投稿で炎上しているタレントのフワちゃんについて私見を述べ、できるだけ外で暴言を吐かない方がいいと助言しています。バラエティ番組でフワちゃんと共演経験があり、いろんなところで暴言を吐きまくっていらっしゃるようですね。僕もサンデージャポンか何かでそんな感じにされたような気もするんですけど、僕すぐ忘れちゃうんで全然覚えてないんですと振り返っていました。その上で、あまり叩くと後味悪いことになっちゃったりとかする可能性ある、終わらない炎上っていうのはないので、それまで我慢するしかないのかなと指摘。今後はテレビの仕事は激減するとみて、宮迫博之さんみたいな感じになっちゃうんじゃないかなと、 YouTube を中心に活動する道があると予測しています。一方でフワちゃんのキャラクターを、多分こういう悪口を言っちゃいがちな人というか、ナチュラル悪口キャラクターなんだと思います。なのでまた悪口言っちゃうんだと思いますね。できるだけ外で暴言を吐かない方がいいんじゃないかなというふうに思いますと分析。もちろん自業自得なんですけど、そういうキャラナチュラルに失礼なやつだったっていう話と、やや突き放した口調で語っていました。また堀江さんといえば、2024年3月5日に公開した YouTube 動画で、フワちゃんが弟の結婚式で盗撮されたと X で訴えたことについても私見を述べていました。フワちゃんは3日に X で弟の結婚式に出席したと伝えるとともに、これだけは言わせてねと前置き、自撮りしてるふりしながら盗撮してたお前席次見て名前覚えたからなと苦言を呈していました。披露宴会場で撮影されたとみられる写真で、フワちゃんは頭をナプキンで覆い隠し、
険しい表情をしています。堀江さんはフワちゃんの X を見て思ったこと、めんどくさいからもう盗撮でええやんと題した動画でフワちゃんのツイートを取り上げ、ええやん盗撮でもう面倒くさいわとぼやいていました。堀江さんは結婚式の披露宴会場や飲食店などで一緒に写真を撮ってもらえませんかと見知らぬ人からお願いされることが多々あるといい、面倒くさいったらありゃしないと本音を漏らしています。もう勝手に写真撮影される分にはいいんでしとけみたいな、ホリエモン見かけたぞ写真ピピピみたいな、全然そっちでいいです、面倒くさいんではっきり言って、誰か一緒にいる人とかの写真を公開しなければ別にと持論を展開し、むしろフワちゃんがこんなこと言うから盗撮したらやっぱりダメなのかなと思って、いちいち声をかけられる方が鬱陶しい、知らない人にいきなり声かけられるのってめちゃくちゃ怖いし面倒くさいと語っていました。さらに、だいたいフワちゃんなんで嫌なのみたいな話ですよ、いちいち声をかけてほしいの、面倒くさくない、はっきり言って、そんなことやってたらずっと写真撮影大会になっちゃうじゃんと述べ、芸能人の人ってやっぱり自己承認欲求強いのかな、写真を撮ってくださいと言われて嬉しいのかなと首をかしげていました。たびたび失礼な言動で物議を醸してきたフワちゃんですが、今回の暴言騒動で仕事のキャンセルが次々と明るみに出ています。最初の報道では2日にやす子さんが X に、やす子オリンピック生きてるだけで偉いのでみな優勝ですと投稿、これにフワちゃんが、お前は偉くないので死んでください予選敗退ですと投稿し、 SNS でそれが拡散、やす子さんが4日夜にとっても悲しいと投稿し、その深夜フワちゃんが、本当にすみません言っちゃいけないことを言って傷つけてしまいましたなどと謝罪したと報道されています。これまで辛辣なコメントの数々で世間を騒がせ、突拍子もない発言を繰り広げてきたフワちゃんらしいといえばフワちゃんらしいのですが、それだけに彼女が謝罪するだけでは収まらず、ラジオ番組も休止するまでに炎上しています。おそらく根底には謝れば済むとフワちゃん本人は甘く見ていたのかもしれません。その自覚のなさがネットユーザーがかねて抱いていた憎しみや違和感に火をつけてしまったのではないでしょうか。そんなフワちゃんですが、この投稿をした時には罪悪感はなかったのではないでしょうか。悪意のあるいじめというよりからかい的ないじりのつもりだったのかもしれません。自分のキャラを押し出して笑いを取るため相手をバカにしたのかもしれませんが、相手を叩いて痛がっている様子が面白おかしいドリフターズのギャグやユーモアとは本質が違います。ひな壇に座るお笑いタレントが大御所や MC にいじられて自身のキャラをアピールできるのとも違います。いじめといじりの間には境界線があると言われており、悪意やバカにするという否定的な特徴があるのがいじめであり、いじりは人を攻撃せず相手への好意があり相手を生かそうとする肯定的なものです。タレントの有吉弘行さんやマツコデラックスさんのいじりや毒舌はこの類ですが、フワちゃんの今回のコメントにはそれがなかったように思います。今回の騒動を心から後悔し、やす子さんに直接謝罪したというフワちゃん、今後の活躍はユーモアのセンスが磨けるかどうかにかかっているのではないでしょうか。そんなフワちゃんの今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価コメントをお願いします。それでは。